では、安倍軽蔑記念碑です。安倍軽蔑の金字塔は統一教会のコマーシャルです。統一教会と結託、教会の信者虐待、金の巻き上げ、率先して進めました。安倍は政治利用、常に狙っていて、天皇も政治利用道具です。天皇の即位も利用しました。次は、ですね、これは、経済統計がおかしく、日本銀行が犯人は誰だ、と声を上げました。18年11月のこと。安倍は、私が犯人のわけがないじゃないですかって意味不明の回答。安倍は、他にも雇用統計や建設統計、片っ端から統計をごまかし、己の政治の失敗を隠そうとした。安倍の犯罪、両手では足りませんので、犯罪の追及は次の号にしますが。記者会見の時の写真です。このメルケルさんの目を見てくださいよ。安倍が官僚の書いた文章を読み、間違わないように、紐ですよ。紐で追っているので、メルケルさんが、あんた、何やってるの？で、この写真、見てください。報道番組の小川彩香さんの軽蔑に満ちた目を見てくださいよ。ププ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 プ。